スリックタイヤを温めようとウィービングを始めた。ところがコントロールを失いピットウォールへクラッシュ。ヘビースモーカーのドゥカルージもタバコどころではない。アグリはスパ、ルマンとスポーツカーレースでクラッシュ。これで3連続である。右膝を強く打った。しかし T カーに乗り換え予備予選は通過。あの向こうの車はどうだな、わかんない、直接って残り4分、白氷を踏む思いだった。